はい、じゃあカウンセリング始めましょうかね。はい、今日の相談は、今日はあの先生に、あの紹介されたコーチングの本の悪魔を出し抜けを今ずっと読んでるんですけど、本当にその本の通りのことが起こりすぎて、もうすごく怖くて、もう自分は乗り越えれるんだろうかっていう、もう怖くて怖くてたまらなくて、でまあ、あの例えばいくつか具体的にはどういうこと？具体的にもう最近、その親が怖いっていうのが出てきすぎて、家に帰るのも怖いし、家にいても怖い、で今やっぱりコロナが流行ってて、もう親も怖い、コロナも怖いになってて、もう正常な判断がつかなくなっちゃいました。まあね、あのまあ、渡すとき、それとその一緒に勉強するとき、はい、あの本はまあたまたまその以前スペイン風邪が流行った後の世界恐慌というときに本来は書かれて、出版が遅れただけで、はい、ね、で、まあそこにその親のことも書いてあるわけよね、いろいろ親がこういう行動するよとか、ね、こういうことを言うよとか、ね、でそれが、まあ、あまりにもその書いてるようなことを親がするということなのかな、それでいいのかな。そうですね、で、いやだから僕は、あの本を読んでもらったわけじゃない、まあ、逆にね、あの本読んでもらいました、まあ、今1年ぐらい勉強してるやんか、先生あのこの本に書いてることうちでは起きないですけど、世間では起きないですけどっていう相談だったら、ある意味困ったし、ある意味良かったなっていうことよね。でもまあ残念ながら、世間も、ね、そして親も、あそこに書いてるのにかなり近いことを言ったりやったりしてるっていう現実があるから、すごく怖くなったっていう理解でいいのかな。はい。いい？はい。まあ僕が本当にあの本をその全部が本当っていう意味で、あの読んでもらったんじゃなくて、僕が最初にあの本を、あの本って2012年に出版されたよね、でも僕ってほらその時っていうのはもうカウンセラーになってるわけじゃない、でまあ、 あのいろんな人間関係のその相談を受けてるわけじゃない、その時にえって思ったよね、あの本を読んだ時に、えこれってあの人のあのケース、あの人のあのケース、あの人のあのケース、って思って、最初はまあよくできた話なのかなっていうのもあったよね。で今でも、そのまあ正直なところこう何なんだっていうのはあるよね、やっぱりね。でもやっぱり実際にああいうナポレオンヒルというような天才が、まあある意味ああいう怪しげな、ある意味なんていうかな、こう評判を落とすような、そうだよね、思考は現実化するという、まあ言えばあのものすごい大ベストセラーになった、ね、本を書いた人がいて、まあ要はすごく成功した人がいて、何故にああいう本を書かなければいけなかったのかっていうのは、僕は不思議だと思うよね。僕は何かそのわからない何かがあるんじゃないかなって思ってて、まあかなりこう参考になる、まあ科学で分かってることというのはごくわずかだって言われてるんよね。実際に僕らは例えば神様とか悪魔とか、そういう名前を後付けしてるから、
それが一見怪しげなものに聞こえるけど、うん、ね、例えばそれがその科学でまだ分かってない未知の現象、分かるよね、はい、そういうものであれば、まあ、例えばコロナとかも未知のウイルスだったわけじゃない、はいはい、ね、で現象も、うん、例えばそのニュートンが万有引力の法則っていうのを見つけた時には、まあ、世間とかはなんじゃそらとか、うんうん、で昔あのなんて地動説とか天動説とかあったじゃない、はいはい、あの時ももう大バッシング、はい、でも今は当たり前だよね、はい、地球が回ってるんよね、うん、あの時って大事やったんよそれで、はいはい、わかるでしょ、はい、それとかあの魔女狩りとかいうのも歴史上起きたじゃないね、それとか、こう宗教の弾圧であるとか、うんうん、まあ、例えば日本だったらあのすごいいろんな差別であるとか、わかるよね、はい、うん、昔はあの今ではもう完全に分かってる病気とかでも昔はなんかたたりだとか、うん、なんか取り付いたとか、うん、ね、その現象が起きてるんで、はい、ね、だけどそれを、まあ、闇雲に恐れたりとか、うん、ね、でも時が経てば、はい、ね、それはいつかは明確になるかもしれない、はい、うん、例えば今一緒に勉強している潜在意識とか、うん、例えば引き寄せの法則とか、はい、そういう名前を後付けしてるから、はい、僕はね、あの潜在意識の作用の現象とか引き寄せの現象っていうのは誰にも起きてると思うの、現象だけ見れば、うん、だけどそれを後付けする、そしてそれを利用する人も出てくる、うん、そして正しいと思い込む人も出てくる、だから訳が分からなくなってるんやと思うんだよね、うん、でもまあ例えばじゃあ、 あの悪魔を出し抜けが正しいか間違いか別問題として、うん、あそこに書いてることが自分の身の回りで現象としてかなり起きてるという事実があるわけよ、はい、でそこに恐怖を感じてるわけよ、うんうん、だったらこの恐怖っていうのは解決しなきゃいけないよね、はい、わかるよね、うん、じゃあそもそもあそこに書かれてることがね、なんで自分の身の回りにこんなにそっくりなことが起きるのか、うん、うん、じゃあまず親から、はい、ね、まあコロナに関してはさ、それあれスペイン風邪の後に書いたんやから、はいはいはい、まあ、 あのそういうのはありえないでもないよね、はい、時期がはいだよね、はい、あれ違う時期に書いてたらもしかしたら、はい、っていうのもある、うん、じゃあそれはまあ時期なのか、うん、なんていうかまたそういう現象が起きてるのかっていうのはちょっと見分けがつかない、うん、問題は親のことがいろいろ書いてあるじゃん、はい、で本当にあのそっくりなことをしてはるよね、はい、言うしやるし、うん、そうだよね、うん、これって一体静香ちゃんは何だと思う？何だと思う、うん、まあその書いてることのそっくりなことを親が理不尽なこととかわけのわからんこととか、うん、はい、そういうことをまあ言うわけじゃん、はい、もうこの後に及んでこの大変な時に、はい、うん、そうだよね、はい、なんかもう人のことを考えてないどころの騒ぎじゃないような、うん、はい、なんか人を不幸にあえてするような発言と行動があるっていうことを言ってるんでしょ、はい、そうです、あの本に書いてるようなことをうちの親も言ってるって、はいはい、じゃあね、なんだと思ってたの？なんだと思ってた、うん、いや怖がってたんでしょ、あの、まあ、言えばここに来るまで、はい、さっきまで、はい、え、何だと思ってたの？親が怖いと思ってたの？さっきまでは親が怖いと思ってました。うん、いや、あの静香ちゃん落ち着いてね、はい、あの本とそっくりなことが起きてるんですって言って親が怖いはおかしいやろ。いや、あの本とそっくりなことが起きてるんだったら、はい、いるかいないかは別問題として怖がるんやったら悪魔やんな、はい、そこ大事やで、はい、え、だって
そもそもあの本に書いてることがそっくりなことが起きました、先生怖いです、あそうなんや、悪魔が怖くなったんや、いやいや違うんです親なんです、はい、いやいやいや書いてることと違うやん、はい、っていう、ここは分かるよね、分かります、分かる、はい、えだったらあの本とそっくりなことが起きたんだったら、うん、おるかおらんかは別として、はい、先生悪魔を出し抜くのはどうすればいいんですかって聞かないといけないんだということは分かったね、分かりました、言ってること分かるよね、はい、親怖がってるのおかしいよって言ってんの、はい、うん、分かるよね、分かります、うん、いや親怖がりました、はい、親に怒りを感じます将来ね、はい、親を恨みます、はい、え静香ちゃんどうやってあの幸せになるの、うん、え違うでしょ、あの本とそっくりなことが起きてます、信じられないけどもしかして悪魔っているんじゃないんですかっていう話なら話はわかるよ、はい、わかる、わかります、うん、家に帰るとまた親が怖いに、うん、そうだよね、はい、外ではわかるんです、わかるよね、はい、いや分かってへんねん家でも、だからいや親を怖がってんねん、いや親ちゃうし、いやあの本には何て書いてあるんよ、悪魔、そう、はい、そうやんね、はい、えじゃああの本には、うん、悪魔を出し抜く方法が書いてあったよね、はい、何やった、答えは、答え、うん、えそれを忘れてるからちゃうの、そうですね、はい、え自分の頭で考える人間を支配することはできない、うん、はいはい、思考していく、うん、ずっと考え続ける、うん、はい、親だって決めつけてる時点で教科書と外れてるやん、うん、あそうか、え思考停止してるやん、はい、あそうか、そうじゃう、はい、えそしてマスターマインドのことも書いてあるよね、はい、同じ目的で、うん、うん、え妹さんも、うんうんうん、僕も、はい、マスターマインドでしょ、はい、言ってること分かるでしょ、うん、同じ目的でしょ、はい、だよね、二人もいるのに、うん、妹も僕も、うんうんうん、もうマスターマインドもあって、うん、要は自分の頭で考えるということがおろそかになってるということだけの話だよね、はい、うん、じゃああの本とそっくりなことが起きてるんやったらさ、はい、悪魔がいるかいないかは別問題として、うん、あの本に載ってる解決策をやらなきゃいけないっていうことはわかるでしょ、はい、わかるよね、はい、うん、じゃああの本に書いてる解決策をやればいいんよ、はい、うん、もうそもそも親怖がってるやん、うんうん、その時点で間違いやんか、あの教科書とは違うやんか、はい、テストがあったら罰やで、はい、ね、あの本ね、じゃああの本から小テストをしましょう、はい、もしあなたが恐怖を感じるんであればそれは親ですか悪魔ですか、悪魔、はい、じゃあ間違ってましたね、はい、うん、じゃあそれを直してくださいね、はい、うん、じゃあ悪魔を退治するんですか、戦うんですか、出し抜くんですか、出し抜く、はい、あなたは怖いということは戦うつもりだったんじゃないですか、はあ、そうですね、うん、え出し抜くという言葉は、はい、頭使えということなんよ、はい、そうですね、うん、まあ言えば騙されたふりして、はいはい、やっつけろっていうことなの、はいはい、わかる、はい、同じやっつけるのでも頭使えってことなの、はい、戦うっていうのはなんかもう喧嘩やねん、喧嘩だから喧嘩しようとしても、うん、ね、まあ簡単に言ったら喧嘩嫌やし、うん、喧嘩怖いし、うん、喧嘩怖いですね、だから怖かったんじゃん、うん、え、あの親やから怖かったんやろ、悪魔やったら怖ないやろ、え普通に冷静に考えてみる親だから怖かったんや、うん、えじゃあ悪魔って本当に怖いですか、見たこともないのに、見たことはないです、ね、うん、怖いかどうかは分からない、えそうやろ、はい、えそういうことないよ、うん、えだから恐怖は半減するやんか、あえそうやな、うん、えじゃああなたは、うん、親と
お化けとどっちが怖いですか？親。うん。だったら親と悪魔とどっちが怖いですか？親。うん。ね？っていうことは、はい、あの本は親じゃないって書いてあるね。悪いのは悪魔やって書いてあるよ。はいはい、では親は怖くないということはこれで分かりましたね。はい、ね。で親、悪魔よりも親が怖いんですね。はい、でその怖い人とずっと一緒に暮らしていることはできてるんですね。はい、ということは悪魔は怖いわけないですね。はい、今のところ大事やから言いますよ。はい、あなたがこの世の中で一番怖いのは親なの。そうです。そうやって自分で認知してるわけ。はい、でその怖い人と、うん、もう何十年も一緒に寝泊まりしてるわけ。はい、わかるよね。はい、それでも怖くなかったわけ。うん、わかるよね。うん、で最近勉強したから親が怖いという錯覚に陥ってしまった。なんでかね。いや、その本読んでんのに悪魔やって書いてんのになぜか親ってなってんだ。わかるよね。はい、ここわかる。うん、でも実行してるのは親やんか。はい、犯人が悪魔やんな。はい、実行犯にも気をつけなあかんやんな。うん、例えば静香ちゃんに僕が、うん、ね、悪魔がって最初から教えてたとしたら、はい、あなたは親に対して警戒ちゃんとしますか？しません。だよね。はい、だから実行犯は親です。うん、犯人は悪魔ですっていうことを教えてるわけやんね。はいはい、そこが分かってないんじゃない？実行犯は、うん、ちゃんと警戒はしとかなあかんで、ちゃんと。うん、わかるよね。はい、でももし本当に怖がるんだったら、怖がったら、ま、ね、ダメなんやけど、はい、悪魔やろ。うん、うん、で悪魔を出し抜く方法が書いてあるわけやろ。はい、そしたら親は怖くなくなるわけでしょ。悪魔も怖くなくなるわけだからね。要はそこに書いてあることって一つじゃん。自分の頭で考えなさいっていう。はい、何を考えるのか、はい、この親ひどいなーっていうことするわけやん。はい、今までも散々してきたわけやん。うん、で今もしてるわけやん。この親ひどいなーってまず人間やから思うやん。はい、いやちょっと待ってと、うん、ね、あ、これ悪魔やったと。悪魔の言いなりになってこいつらたち悪いなーって思わんとあかんよね。そこまではわかる？はい、うん、じゃあ親に何か言ったら通じるんでしょうかって、あの支配されとる人間に通じないって書いてあるやん、あそこの本に。はい、ね、じゃあどうすれば、はい、出し抜けるって書いてある？考える。うん、何を考える？どうやったら出し抜けるか。いや、悪魔の仕業やって思い出せばいいね。あ、考えるって思い出すってことやね。へー、いや、あのね、学校の先生から、はい、例えば小テストの時に、はい、分かりませんとか言ったら、はい、もうちょっと考えてって言うじゃん。はい、言われます。いや、考えるって一体何なんや。覚えてることを思い出すことを考えるって言うんじゃない。ああ、そっか。うん、あれね、だから僕、あの読解力っていうのがね、やっぱり本当に個人差があるんで、はい、あの本を読むだけでは、うん、例えばあそこ、あれ、あの本の、あのキーワードだよね、うん、自分の頭で考える人間は支配できない。わかる？はい、考えるって何ですかっていうことやね。はい、考えるって何？思い出すってことじゃないの？もしくは知らなかったら教えてもらうっていうことでしょ。はいはい、だよね。はい、考えるっていうことは知ってるかどうか思い出せ、はい、知らなかったらすぐ人に聞けっていうことなんよ。はいはい、それが考えるっていうことなんよ。わかる？
だってもう答え教えてるじゃん、悪魔のせいやでって書いてあるよって、うん、うん、そういうことにして検証してみたらっていうことだよね。僕は世の中の情報は常にね仮説検証しなきゃいけない、はい、うんうん、ね、昔詐欺師に騙されたんやから親が、はい、ね、僕のことでさえ絶対に疑えって言ってるじゃん、はい、仮説検証すればいいわけじゃん、はい、この先生のところにずっと通ってて私の人生は良くなったかどうか、これを仮説検証って言うわけやね、うん、で良くなってるんだったら今から先は、ね、僕が本当は詐欺師で、ね、本性を今から出すかもしれないから今までは OK、うん、ね、だからとりあえず言っとこうと、うん、僕のとこに、うん、ね、だけどちゃんと疑おうと、うん、ね、言ってること分かるよね、はい、うん、だから悪魔に支配されてるということを検証してください、はい、うん、あの本はそう書いてます、はい、いや検証しろとは書いてないよ、うん、うん、これはまああれを平たく言えば、はい、ね、あなたの親のせいではありません、悪魔のせいですって書いてあるよね、はい、そうだよね、はい、学校の先生のせいではありません、悪魔のせいですって、はい、宗教家のせいではありません、悪魔のせいですって、はい、大統領のせいではありません、悪魔のせいですって書いてあるよね、はい、そこまでは覚えてる、はい、うん、恐怖心が出た時に、うん、悪魔のせいだっていうのをまず思い出すかどうか、わかるよね、はい、まあ、思い出すように背中がね、はい、うん、で思い出しても怖かったら、うん、ね、あの本を読んでみるとか、うん、僕に聞けるんだったら聞きに来るとか、うん、そういうことが考えるということなんよ、はい、うん、あの言葉を、ね、考えろって言われる、どういう作業してたの、じゃあ考えろって言われた時に、え、あそこには考えるって書いてあったやん、はい、まあ、考えなさいって、自分の頭で考えなさいって、はいはいはい、え、何をどうしようとしてたの、何をどうしようとしてたんでしょう、うん、ね、なんか考えるというのがなんか自分がさも分かってるかのように他の人もね、はい、これ多分 YouTube 聞いてる人もそうだと思うよ、うん、あれもし読んだ人が、あ、自分の頭で考えるんかって、はい、そしたら悩むんじゃない、どうしよう、どう、だから考えると悩むをごっちゃ混ぜにしてんじゃないの、あ、そうかもしれないです、うん、え、考えるっていうのは前も教えたかな、答え出すんやで、はい、ですよね、そうです、あれ答え出せって言ってんだよ、はい、もう聞いても何でもカンニングしてでも何でもいいから答え出せってことやね、はい、悪魔を出し抜く方法の答えを出しなさいっていうこと、はい、うん、答えが見つかってないから怖いんじゃないの、そうですね、うん、はい、え、だいたい世の中で、はい、悪魔退治ってイメージとして、はい、人間ができるんですか、え、悪魔に勝ちそうな何か存在を知りませんか、神様、はい、え、だったら神様に、うん、お願いする、うん、それあの子供でも気づくね、はい、え、じゃあお願いしましたか、お願いが足りなかったかな、いえいえ、どうやってお願いしたんですか、あの今ね足りなかったって言ったじゃん、そうですね、え、足りないっていうことはもう自分のお願いの仕方が、はい、もう合ってるという前提やね、確かに、はい、え、それ合ってるんですか本当に、え、神様って、はい、しつこいぐらいにお願いしないと聞いてくれないんですか、うん、あなたの神様は一回で聞いてくれるんちゃう、え、でどういうふうに思ってるの、じゃあ自分の神様は、はい、あのどういうふうにすればお願いは聞いてくれると思ってるの、ああそうですね、うん、え、悪魔を怖がってるっていうことはさ、はい、ま、その本の流れでいくとよ、ね、これが本当や嘘や言うてるんちゃうで、はい、あの本の流れでいくと
神様にお願いしたらどうにかなりそうな気がしない？はい、なんか人間がどうにかできそうな気はしないやん、うん、悪魔が怖い、はい、親が悪魔に支配されてるんちゃうかと、はいはい、だったらね、あの本で言えば抵抗勢力とか対抗勢力って書いてあったね、はいはいはい、悪魔の側からしたら、はいはい、ね、お前たちが神というものだとか言うて、はい、だいたい神様にお願いするや、はい、うん、え、どういうふうにお願い、え、本当にお願いしたの？お願いしますっていうことしかしてないですね。え、具体的にお願いせなわからへんや、はい、え、普通にお願いしたらいいんちゃうの？うちのお母さんとお父さんは悪魔に支配されてるような気がしますって、うんうん、悪魔退治してくださいってお願い、なんか子供みたいにお願いしたらダメなの、うん、え、子供っぽくていいんじゃないの、うん、え、そんな神様、悪魔じゃ、神様じゃって言ってる時点で子供っぽいんやからさ、え、子供っぽいのがダメじゃないわけやから、うん、うん、え、それとかもう、あの親なんとかしてください神様って、え、だって神様にお願いして怖いってどういうこと？え、本当にした？本当に、うん、え、じゃあ今日も怖かったの？今日も怖かったですね、うん、え、まあ、例えば今日の記憶は新しいから、まあ、寝てるとね、はい、もうこれ潜在意識っていうのは怪しいんやもん、はい、うん、寝てないね今日ね、まだまだ寝てない、うん、その恐怖を感じてから寝てないね、はい、寝てない。今日怖かったシーンを思い出す？どの場面で怖かったのかっていうのは分かる？どの場面？もう見ただけで怖いとかあるじゃん。見てる見てない関わらず、うん、いるっていう、いるという、そうそうそう、はい、それでいい、それでいい、はい、いるということで存在に恐怖を感じたでしょ、はい、感じたよね、はい、その場面に逆戻りしてね、はい、タイムトラベルして、はい、うわ怖っ、いるって思ったわけじゃん、はい、その時に速攻で神様にお願いしましたかって聞いてんの？お願いしてないです。はい、だからさっきから本当にしたんかしたんかって聞いてるじゃん。結構時間が経ってからしました、うん、え、速攻にせんかったらあんた間に合わんで、うん、ね、え、あの本の流れで行くんであれば、これ YouTube 聞いてる人ね、うん、この先生タイが怪しいなと思ってるけど、うん、いや、あなたの恐怖心は、うん、あの本を読んだところから始まってるんやから、はい、ね、あの本を無視して解決策を僕が教えても意味がないわけよ、はい、じゃああの本の流れで行くんやったら、あの本の中に出てくる方法で解決しましょうと、はい、ね、うん、あの神様にお願いしてください、はい、怖って思ったら、恐怖を感じたら速攻で神様にお願いするの？え、もう神様お願いしますでいいねん、もう。わかる、はい、神様お願いします。神様、神様でもいいわ。神様、神様でもいいわ。はい、わかる、うん。いや、それやってみっていうこと。本当に、さっきまでのように今からも怖いのかどうか。はい。いや、もう神頼みも神だよ、ねえ、頼みもしてない状態の中で怖い怖い言うてるんじゃなくて、はい、一回もう何でもいいから頼んでみっていうこと。うん、うん、本当に怖いかな、神様に頼んだら。うん、そうでしょ、はい、うん、ねえ、神様仏様という単語を使って、はい、あなたの親御さんは人に騙されて、はい、あなたも同時に騙されてきたわけじゃない、うん、ね、まあ言うたら悪魔のことも使われたわけじゃない、うん、なんかたたりみたいなとか、はい、そんななんかね、はい、それらしき言葉を、うん、悪魔っぽい言葉を使われて恐怖で家族が被害に遭ってきたわけじゃない、はい、だからそれを僕は聞いてね、そういうわけのわからんものが潜在意識に入ってるんであればね、さすがに神様と悪魔のことは
あの科学では証明されてないんで、しずかちゃんの潜在意識に入ってるわけのわからん詐欺師の教えたことよりも、うん、ナポレオンヒルさんとか、うん、ハムロさんとかが書いたのがまだまともでしょうと、当然のごとく、はい、だいぶまともでしょうと、はい、だからそれ勉強してくださいっていうことでやってるんだよね、はい、わかるよね、はい、うん、まあそれは神様にお願い仕方が足りんといえば足りんけど、あの日本語的には正しくないよね、はい、神様にお願いしてない、足りんっていうことはしたつもりない、はい、いやしてない、わかる、はい、え、ちゃんとほらちゃんとお願いしないとダメでしょ、はい、わかるよね、はい、っていうか神様の存在を認めた、羽室さんの本にさ、はい、認めたものが現れるって書いてあったやん、覚えてる、はあ、覚えてないです、うん、認めたものが現れるって日本では言われてるよ、はい、神様にお願いって言ったっていう、はい、自分のやで、はい、あの神社ちゃうで、はい、神社に行ってもいいんやけど、はい、悪くはないんやけど、うん、自分のやで、はい、いや羽室さんの本を参考にするんやったらそうなってるんやからね、あの神社のあのでかい神社の宮司さんが神様自分の中におるって書いてはるんやから、はい、外にもおるけど中にもおるって、はいはい、ね、書いてるんやからね、中の自分の神様にお願いする、うんうん、でも神様って言うだけで、だって怖っっていう時に文章を考えてる余裕はないや、はい、そしたら言葉決めとくんよ、言霊の国やから、わ、はい、かる、はい、神様という単語を唱える、はい、自分の内向きに、録音してるからわかるね、はい、神、今度お母さんお父さんもしくは悪魔、もしくは職場の人とか、うん、もしくはコロナ、うん、ね、いろんなものが怖くなった時、うん、ね、もういかなるものが怖くなった時でもいいわ、ね、恐怖をパッて感じた瞬間に、うん、速攻で秒でわかる、今の若い子たちがよく使う言葉やね、はい、秒でって、はい、秒でね、神様って一回でいいね、はい、何回も何回も言ったら神様を疑うっていうことになるから、そうか、神様、はい、うん、そしてまだ怖いってなるんよ、うん、人間やから、うんうん、その時はどうするか、もう一回神様ちゃうね、うん、さっき言ったさっきお願いした、はい、それでいいね、うん、でまた怖くなるやん、うん、いやいやもう大丈夫、さっきお願いした、もうこれもすごいし、すごい自分の神様信じてるってことや、はい、これを神様って言ってまた神様、うん、神様もう150回ぐらい言ってるんですけどって言って一瞬ずっと言う気がしました、うん、信じてへんやんっていう話やねそうか、いや一回言ったら言ったっていうことをあんたが忘れてるんやから、言った言ったって自分にちゃんと思い出せばそれでいいんやっていうこと、はい、対処法を教えましたけどこれで大丈夫そうですかね、はい、まあ大丈夫かどうかは今から検証してみないとわからない、はいはい、わかる、はい、難しいこと最後にまとめるよ、はい、全てのことに関してもコロナだろうが母親だろうが父親だろうが職場の人だろうが、もう全てのことに関して恐怖を感じたら、わかる、不安を感じたら、不安も恐怖と一緒だから、心配な気持ちが出てきたら秒で神様と心の中で一回だけ唱えてください。そしてそれ以降は何時間経ってたとしても寝る前までは、起きてればね、さっき頼んだって自分に言ってください。寝たらもう一回だから一日一回です。なるほど、じゃあ朝起きて、うん、不安を感じたら、うん、すぐに神様って言って寝るまでは大丈夫、うん、さっき言ったで、そう大丈夫だけじゃダメで、さっき言った、うん、はい、もうさっきお願いした、はい、さっきお願いした、これが大事、はい、うん、あのこれ本に載ってないね、はい、うん、載ってないです、うん、これ僕がやってることや、はい、さっき言った、さっき言った
ね、はい、だってこれなんかもうすごい神様をあの認めてる人やろ、うん、はい、もうさっき言ったっていうね、はいはい、これ以上なんかあのないぐらい認めてるやん、はい、うん、なんか僕と同じ方法を使ってみる、はい、ね、やってみます。うん、それでまあすぐにはできないかもしれないけど、うんうん、あの、まあ、僕がうまくいってるんだからうまくいく可能性は高いんじゃない、はい、はい、まあ、少なくともさっきまでよりはここに来るまでよりは恐怖心は絶対減るわな、はい、分かった、はい、うん、最後に補足しとくと、はい、親を怖い、親に対する怒り、うん、親に対する恨みが出てきた時は、うん、はい、間違いやで、はい、だからと言ってここが大事、 はい、今から言うことが一番大事、だからと言って実行してるのが親であるならばね、許したらダメ、はい、許さないのと恨むのは違う、単語が違うやろ、はい、分かるよね、うん、いや悪魔のせいやからしょうがないですよね、だからお母さん許しますじゃないね、はい、いや実行しとるかな、うん、え、実行犯許したらあかんがな、はい、ね、お母さんとお父さんの罪が軽くなるというだけであって、あの二人が今までしてきたこと、今からでもするであろうことの罪がなくなるわけがないやん、うん、そこ勘違いしないようにね、はい、最後大事やで、はい、だからね、油断につながるんよ、はい、あの本の難しいとこはそこやと僕は思ってんね、うん、僕の解説が正しいかどうかは別問題として僕はそう思ってね、うん、この本の一番難しいところは実行犯を許さないところ、うんうん、ね、もし恨むんだったら、ま、もし怒りを持つんであればそれは悪魔に対して持ってほしいということ、うん、そこが難しい本だと思うわ、あの本は、はい、うん、そうしないと親とか学校の先生とか、うん、ね、まあ、いわゆる先生と言われる人とか職業の人を恨んでしまったりとか、うん、ね、なんか本末転倒だって、それってあの実行してる人だったら話は分かるんやけど、あの実行犯じゃない人まで冤罪っていうことを招く可能性もあるんで、はい、なんか僕はいつも言ってるでしょ、事実から目をそらすなって、はい、ね、あなたが親にされてきたことはブログと YouTube で上げてるわけだからね、もう十分やろ、わかるよね、うん、じゃあまあね、あの1回では済まないかもしれないけど、まあかなりマシになるかもしれないんで、とりあえずはこれでいいかな、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい。